レザージャケットは全く匂いつかないんですよ。マウンテンパーカーで僕一番今気に入ってんのって実はノースフェイスじゃなくてキムタクに人生を狂わされた末路ということが、これになってます。はい、本日ですね、秋のアウターお気に入り10選をご紹介していきたいなと思います。ということで、秋ってなると結構着れるものが多くなってくるじゃないですか。やっぱ夏場とか秋最初とかやったらロンティーとか T シャツとかになっちゃうんですけど、まあ、レザーであったりフリースであったり何であったりインナーダウンであったりとかって結構いろんなのが着れるので幅がガッと広がって、まあ、表現も広がってくると思うので、まあ、それぞれのシーンに合わせた洋服っていうのいいんじゃないかなっていうごちゃごちゃ言う前にもさっき来ますわ。まず一番っていうのがこちらレザージャケットですね。レザーって僕結構好きなんですよ。まあなんでいいんかっていうと、もちろん見た目がかっこいいとかっていうところもあるんですけど、とりあえず黒でもレザーはもうごちゃごちゃすること考えんと、後で色いっぱい使っていくから、もう色考えなしでもう真っ黒でいかにかっこよくするかっていう、ロックこじらせおじさんっていうコーディネートで一回組んでみました。でなんでこれがいいかっていうとね、冬場になってくるとアウターに匂いついてくるじゃないですか。で洗濯できひんアウター、特にまあダウンジャケットとかってなったら居酒屋さんに着ていくのちょっと躊躇するんですけど、レザージャケットは全く匂いつかないんですよ。だから焼き鳥屋さんとか行ってこれ着て壁かけてても全然匂いつかへんからいいし、あとまあ嫁と出ていく時とかはこういうの着ないんですけど、男の飲み会でこれ着ていくとめちゃくちゃウケいい。そのレザーめっちゃかっこいいなって大体言われるし、ルイスのこと大体男の人みんな知ってるじゃないですか。まあルイスレザー言うたらまあ大体みんな知ってるから、いいジャケット着てるなみたいな感じで絶対話になるので、まあこれはちょくちょく着ていったりするっていう感じで、まあその時はもう余計なことせんと、もうワイドなパンツとかあかんと、とにかくスタイルをいかに綺麗に見せるかっていうところで、まあそんな感じでロックテイストをこじらせてるおじさんということになってます。で2つ目っていうのがちょっと逆で、マウンテンパーカーをね着ていくんですけど、ブラックのマウンテンパーカーやねんけどもちょっと違う感じでいきたいなと思います。はい、とまあ次はこんな感じになってますね。マウンテンパーカーで僕一番今気に入ってんのって実はノースフェイスじゃなくて、このデサントのやつなんですよ。でデサントの名前忘れた、アレクサかアクレスかクリアスかなんか名前忘れたけども、これが一番僕気に入ってて、なんで気に入ってるんかって言ったら、このレビュー動画でも言ったんですけど、この首元の立ち上がり、このしっかりしたこのペタンとならへん感じがめちゃくちゃいいなと思って、これができるねマウンテンパーカーって他ないんですよ。だいたいここが立ってたら後ろ寝てるしみたいな感じで、わかります？なんかフードがペチャンってなってるのってめっちゃ情けなく見えるんですよ。でこうやってピュって立て直すんやけども、やっぱりすぐヘナーってなってくるから、まあもう仕方ないんかなとかって思ったけど、このデサントのマウンテンパーカーめっちゃいいやん思って、マウンテンパーカーでは一番これが気に入ってます。でももちろん防水なんですけど、また耐水圧がそんなに高くないので、なんかまあめっちゃ雨降るとか嵐とか台風の日とかはこれもしかしたら浸水する可能性はあるんですけど、まあそんな時はこういうコットンのパンツは履かないので、まあ雨降らへんでしょうという、あくまで見た目重視、性能は今回無視しております。見た目重視で晴れの日という前提でやってますけど、まあピクニックとか行く時にはいいかもしれないけど、まあコーディネートしたらそうだよね。まあピクニック家族と行く時に着るけど、まあ若作りおじさんですね。これはもう若作りする時大体白のパンツ履きがちやから、若作りして、ニューバランス履いて色眼鏡つけたら、大体雑誌に載ってくる街角ストリートスナップのおじさんたちに憧れた末路がこんな状態になってます。ということで、若作りおじさんですね。さっきと打って変わって膨張色なんですけど、まあ膨張色は膨張色でも、もともと太めっていうかちょっとゆったりしてるからもう割り切っちゃえみたいな感じで、結構これは幅広いんですよ。まああえてこのニューバランス履いたけども、別にまあこんな感じで色入れてね、ちょっと派手な色入れてもいい、まあ、パープルとか入れても可愛いかもしれない。パープルのやつ入れても可愛いかもしれない。緑とかも可愛い。別にもうシンプルに黒でいくっていうのでも全然ありやけど、まあこんな感じでまあいろいろ幅広いんじゃないかなっていうことが、若作りおじですね。で3つ目が何かっていうと、3つ目っていうのがやっぱり永遠の男の憧れ、デニムをね、使っていきたいなと思います。はい、次はねデニムセットアップコーデにしました。デニムに関してはいろいろといろんなデニムのジャケットとかパンツとか買わせてもらってるんですけど、もう僕個人的にはしっくりくるのがないんですよ。だからまあ自分で作ってるやつが自分の中で一番しっくりきてるから、デニムセットアップということで、一応テーマは50年後も着たいっていうところで、デニムは結構ね太いのが多いというか、ボヨンとしてるのが多いから、いかにこうスタイリッシュに誰が着ても細くかっこよく着れるんかっていうところをテーマには作ってるんですけど、もちろん生地とかは岡山で有名な倉敷紡績から古いシャトルショッキーっていうのを使って、仕様とかはもうヴィンテージの仕様がもう山ほど、迷彩にこのステッチから何からもうヴィンテージを解体してる人がいてるので、その人と一緒にタッグ組ん で僕はここにありますけどジーンズソムリエの資格があるので、まあそこの知識とパターナーさんの解体してる知識っていうのを掛け合わせて今作ってるんですけど、まあこれに関してはテーマ一言何かというと、キムタクに人生を狂わされた末路ということが、これになってます。だいたいこの格好をしててキムタク嫌いな人いてないんですよ。もう上下デニムでこういう感じでローテクのスニーカー履いたらもう絶対キムタク好きなんですよ。でもっと言うと、こういう薄いメガネがちょっとオレンジとか黄色がかってるのをつけたらもう 100% キムタクが好きなんですよ。ということでキムタクに憧れ続けた男の末路っていう、まあこういうコーディネートですね。で次のところっていうのが、もうこれに足すだけなんですけど、ダウンベストになってます。でダウンベストはこれを
超えるものってないんちゃうかなと思って、正確に言うとダウンベストではないんですよ。中綿になってるから、ダウンってこれのことじゃないですか。この中の綿のことなんやけども、綿じゃなくて、こういう綿じゃなくて、こういったシートのやつなんですね。だから厳密に言うと違うんですけども、それを外から見て皆さんほとんど分からへんじゃないですか。まあ触ると分かりますよ、あこれ中綿やなって分かるんやけど、こういうのがね中に入ってるんですよ。だから洗えるんですけど、まあ、ただこれに関してはレザー使ってるから洗えないんですけどね。でこれが WRL っていうラルフローレンの一応上位モデルというか、クラシックモデル、ヴィンテージモデルになってるんで、こういうちょっとデニムのヴィンテージ要素と掛け合わせるってなったらめちゃくちゃ相性いいんですよ。やっぱりねこれはこれで使い勝手がいいっていうのも、なんでなんかっていうと、フリースの上に着るとかそんなんでも全然使えるし、パーカーの上に着るとかでも使えるから、まあ、結構使いやすいなと。でテーマに関してはこれはイエローベース、イエベがなせる技なんですよ。どう見たってこれイエベの人しか合わへんやんっていうカラーをちょっとしてしまいました。だからブルーベースの人の方が世の中多いんやけど、ブルーベースの人がこれはなかなかしづらいかもしれないんですけど、イエベがね、する技でございます。でパーソナルカラーが人それぞれ皆さんあると思うので、まあ、僕完全イエベなんで、この髪の毛のメッシュとかね、茶色のレンズとか、この黄色とか、もうこれに関してはもうイエローベースかブルーで、イエローの人はもう絶対似合うやんっていう色味でね、作ってみました。まあそういうところがコーディネートってことですね。で次はまたちょっとガラッと変えていきたいなと思います。テーマはですね、カリフォルニアと共にっていう、ちょっと創設みたいなテーマにしてみたんですけど、それがですねこちらでございます。ズドン、これはですねほんまにカリフォルニアのブランドなんですよ。だから一応テーマをそれにしたっていうのもあるし、なんやったら僕カリフォルニアに今年行ったんですけど、その時にこの格好してたんですよ。だからこれカリフォルニアやんっていうことでやっていきたいなと思います。はい、ということでね、これがマジでカリフォルニアで行った時にやってたスタイルです。マジでそのまんまなんやけども、基本的に今回靴とかは僕プライベートで履いてない靴ばっかりなんですよ。履いてる靴は持ってくるの忘れたから、あるオフィスにある中で今組んでるんですけど、これに関してはもうマジでこのままの通りで行ってたんで、まあカリフォルニアやなって感じなんですけど、もっとカリフォルニアにするんやったら、やっぱパンツはもうちょっとジーパンの方が、デニムにした方がカリフォルニア感出ると思うんですけど、ちょっと待ってくださいね。はい、まあこんな感じですね。もうこれに関してはもう誰がどう見てもカリフォルニアでしょ。カリフォルニア以外の何者でもない、カリフォルニアに憧れたエセカリフォルニア系の YouTuber になってますね。まあこんな感じでいくと、一番最初見たレザーの真っ黒男からだいぶ振り幅あるじゃないですか。まあこれも男に受けるんかな、女に受けるんかな、ちょっと分からへんけども、まあ、遊園地とかこんな格好してそうな雰囲気やなと思って、昔のドラマとかって大体遊園地こんな格好してるじゃないですか。だからどうかなと思うんですけど、まあこういうカリフォルニアと共にというスタイルになっておりました。ちなみにね、そのこのジャケット着てカリフォルニアロサンゼルス行った時も、結構このジャケットどこなんですかって言って、そのケイティンっていうブランド、ここにも出てると思うんですけど、ケイティンっていうブランドなんですけど、これ日本で買えないんですよ。でお前どこで買ったんって話で、ハワイで買ったんですよ。でハワイでこの間見に行った時はもうなかったんですね。だから一応これをベースにしたもうちょっと日本人に合うサイズ感で今現在僕も作っております。もうヴィンテージの表地からヴィンテージの風合いを醸し出す洗いの加工をした日本の工場さんがあるんですよ。でそこの表地を使って、裏地はちょっとイタリアのウール地を使ったものをちょっと使ったりとかして、こういう雰囲気でやってみたいなって。ちょっと雰囲気はやっぱ僕の思ってるのとちょっと違うんで、もうちょっと自分っぽくはしたいんですけど、そんなんやったりはしております。そして次がですね、ズドンということで、テーマ一言、この世から女子が消えた日っていうコーディネートにしてみました。ほんまねちょっと足元革靴とかにして、もうちょっと大人っぽくしたいなと思ったんですけど、ちょっと革靴がなかったんでね、お許しください。黒っぽい感じって思ってもらったらいいかなと思います。でまあなんでこの世から女子が消えた日かっていうと、とにかくこのオイリーのバブアーがすごい女子受け悪いと、でうちの奥さんにも受けが悪いと。だからこの格好は普段はできないんですけど、もし仮にこの世から女子が全員消え去った日は、このコーデもできるやんけど。でこれ見ていただいてね、俺はそんな悪くないけどなって思うのはやっぱり男の感覚です。奥さんにこの格好をして、よしじゃあ出かけよう、あんたなんでそんな変なジャケット着てんのって言われるんですよ。全然変じゃないですよ、めちゃくちゃかっこいい。僕はお気に入りやからこれ今回紹介してるんですけど、お気に入りは男のお気に入りと女のお気に入りはまた違うんですよね。だから奥さんの時はちょっと厳しいかもしれないけど、まあほんまにありえないけども、この世から女子が消えた日には、まあ、こんな格好でもしてみたいですよねっていうところでね、で終わらせておきたいなと思います。でそして次がですね、フリースに関してはすっごい迷いました。っていうのも、まあ、フリース枠からちょっと一個は連れていきたいなと思ったんですよ。でも正直着てるやつって自分のフリースしかないんですよ。やけどそればっかりやったらもう自社ブランドばっかりになって面白ないなと思うから、何かこの中でいいフリースはないかなと思ってこれにしました。はい、ということでこちらになってしまいました。まあテーマからいきましょう。大人のバイキンマンには色気が漂うというところで、普通このパープルのジャケットとかって選ばへんじゃないですか。だから普通選ばへんねんけど、よくよく見たら、こうやって見た時ちょっと遠くから見たら、そんなにド派手じゃないんですよ。それこそ真っ赤とかの方がド派手なんやけど、意外とパープルっていけるやんと。まあ、ただこれもイエベやからっていうところあるんですけども、結構ねいける
ので、パープルをガツンとはまればちょっと色気も漂ってくるんちゃうかなっていうことで、パープルやりました。っていうのもレトロ X の2024年見たんですよ。購入された方申し訳ないんですけど、僕個人的にほんまはもう一個買って今年の色ですってレビューしようと思ったけど、あまりにもいい色がなかったやめたんですよね。で、僕にとってはあんまりいい色じゃなかったけど、人によってはいい色っていう人もいてはるのであれなんですけど、僕にとってはすごいなんかレトロ X がいつも結構攻めた色もあるんですよ。オレンジとかあったりするんだけども、今年結構半杯来たねって置いてきたねっていうような感じだったんで、まあフリースって言ったらノースフェイスはもう入ってこーへんから、どう考えてもパタゴニアやなっていうところでレトロ X で、しかもこの以前買ってたこのパープルっていうのが今になってきて良さが出てきた。あの年が取れば取るほどパープルってやっぱり味出てくるじゃないですか。でもし仮にこれを50代とかできてパープルがもし似合ってるわけですよ、絶対他と被らへんからめちゃくちゃかっこいいってなるじゃないですか。でそういうところでパープルにしてみました。でまあ一応デニムでちょっとワイドめにはしてるんですけど、例えばこれをもうちょっと細いパンツにして、まあこんな感じでもうさっと着こなしても全然 OK やし、まあこっちの方がちょっと大人っぽいかもしれんけども、まあ結構こんな感じでねいいんちゃうかなと思います。でさっきでも履いてたジーパンがね、これがあれなんですよ、言ってた10年後多分こうなるやろみたいな、その元々はこのパンツが10年間履くと多分ここまで色落ちするよねっていうのを、まあ、向こうのプロの人と、話し合ってできたっていうのが、これなんですけど、まあ、ちょっとこれは太いからね、細いのでいくと、まあ、こんな感じです。だからジムでね視聴者さんにも言われるんですよ、タクゾーくんあのパープルめっちゃ似合ってたなって言われてね、まあ、色に関してはやっぱ着てみやな分からへんとか、その人の顔見ないと分からないので、まあ、なんとも言えないんですけど、そんな感じでした。であと残りもう言ってる間ですよ、それがですねこちら、これもすごい楽ちんな格好なんでいきたいなと思います。はい、ではねこんな感じになってます。でまあ実はこれ着て飛行機乗ったりもするんですね。飛行機の中って寒かったりするから、で結構ちっちゃくもなったりするしってことで、これは実用性に特化したノースフェイサーコーデになってます。見てください、上から下までノースフェイスオンリーで縛っております。なので、まあ、道路ライトパンツでストレッチも効いてて、まあ、飛行機の機内とかも楽ちんで、寒くなったら上着る、靴はウォータープルーフのノースフェイスの靴でも、これあんま気に入ってないけど真っ黒の靴スニーカーがここになかったからこれを入れたっていうだけなんですけど、結果的に全身ノースフェイスになりました。で、ね、ノースフェイスのいいとこ何なんかっていうと、アイテムのシルエットが綺麗なんですよね。もうパッと見た時に綺麗やなっていうシルエットしてるのは大体ノースフェイスなんですよ。パタゴニアとかはそのシルエットが綺麗云々とかよりも特化してるとこが強いっていう、もうフリースとかバギーズショーツみたいな強いところがあるんだけど、ノースフェイスに関してはとにかくシルエットが綺麗、こうやってジャケット一つにしてもこれ今パッて羽織ってるだけでもなんかこうすっきり着れてる感じあるし、パンツもパッて履いてるだけでもあなんかそれっぽい感じになるから、あこれいいじゃんと。だからノースフェイサーになる方が多いんですけど、一瞬回ってね、いやもうノースフェイスええねんっていう人もいてるんやけど、いや確かにそう分かる、気持ちは分かんねんけども、旅行の時とか機内はやっぱりフェイサーですよと、やっぱフェイサーになってほしいなっていうふうに思いますので、僕自身も結構こんな感じでロス行った時も、これを機内で着て、まあパンツはスウェットがなんか履いてたけども、まあそんな感じだったんで結構使えますよということになってます。で次がですね、ちょっとカジュアルコーデばっかり行っちゃったんですけど、僕のお気に入りのセットアップのジャケットもあるんですね。でそれもご紹介したいなと思うんですけど、それがこちらですね、ハリスツイードの、まあ、ハリスツイードっていう、こうウールの生地ですよね、この生地を使用した、セットアップがあって、これねオーダーでも何でもなく既製品なんですよ。で別にこれオーダーしてるわけでもないんですけども、何がいいかっていうと芯が入ってないんですよ。パッドとかの芯が入ってへんから綺麗にこの肩とかに沿うんですよね。でこれ芯とか入ってたりしたら肩がちょっと浮いたりとかするじゃないですか。でそういうの嫌やから、もうぴったりこうフィットするような感じで、まるでなんていうのジャージ着てるような感じなんですよ。だから見え方は結構綺麗な感じで見えると思うんですけど、着心地はめちゃくちゃいいんですよね。だからオーダーとか僕もいっぱいしてるんですけど、意外とこれ気に入ってるなっていう感じで、まあ色味も自分に合うブラウン系の色味なんで、もうこれはねもう普通に楽天街なんかでポチって、あもうこれ絶対合うやんと思ってパパッとポチったんで、まあ実際買ってみても良かったかなと思うし、僕も商談とかたまにあるんですよって言って、まあ月に2回ぐらいあるんですけど、その時なんかは、まあ、冬場は結構これ着たりとか、まあ他にも何個かあるんですけど、まあ着たりとかするので、その中でも僕はこれ気に入って、結構着てる、まあ、本気モードやる時はやるぞコーデっていうのがこのアイテムになっております。まあほんま革靴ですけどね、橋本はね、っていう風にね結構幅広くいけるじゃないですか。もう結構きっちりしてるとかロックテイストな感じもいけるし、そのカリフォルニアもいけるし、でこうキムタクっぽくいくこともできるしっていう感じで楽しいなと思ってやってます。で最後っていうのがこちら、チェックで男の差を出すっていうテーマでやっておりました。チェックの柄って男の人によってすごい差出るじゃないですか。着る人によってだいぶ差出るなと思って、特に赤は簡単なんやけど、難しいのグレーとかってマジでイケてる人が着たらめっちゃかっこいいけど、ちょっと微妙やなってなったりしたらちょっとオタクっぽく見えちゃうというか、そういうなんか見え方だいぶ変わってくるっていうところがなんかチェックのね差やなと思うので、まあ赤は比較的にまあ誰でもいけるかなと思うんやけども、そういうまあグレー
ーとかあとネイビーとかっていうのちょっと暗めの色になってきたりモノトーンな色味になればなるほどあえて着てる感がなくなるでしょ。だからちょっと派手なチェック、まあ緑とかもいいし真っ青とか赤とかやったら結構まあ差できるんかなっていうことで結構似合いやすいしっていうことで僕はこれもともとウールリッチで買ったのは良かったんやけどもウールリッチよりもっといいの作りたいなと思って日本の岡山のトップ5に入るぐらい有名なあのデニムの生地屋さんがあるんですよ。でそこの生地屋さんってデニム以外にもこういうチェックとかも作っててでそこから仕入れさせてもらってで表地に関しては小島で作られたこのウール地なんですよね。で中に関しては中綿がさっき見てもらった中綿が入ってるんですけどこの中綿はあの米軍で採用されてるクライマシールドっていう中綿を入れてめっちゃシャツに見えんねんけどあ実は分厚いんやみたいな感じでやったんですけど、まあ、これに関しては正直僕数あんまないんでウールリッチのチェック中綿シャツっていうのがあるのでそれがまあ一番いいんちゃうかなと思います。でそれやったら店頭に行けばしっかり試着もできるし中綿であこんな感じなんやっていうのが分かると思うの でウールリッチはそのチェックのこのバッファローチェックっていうのを作った元祖なんですよ。だからそれを見てあこれが元祖のバッファローチェックなんやっていうのを見ていただくのもね面白いんじゃないかなということで計10アイテム、行きました。まあ、こんな感じでレザーから始まってマウンテンパーカーでデニムのセットアップにダウンベスト着てでカバーオールでバラクータ着てフリースで中綿でジャケットセットアップそして今に至るという感じなんですけど、まあ、僕のお気に入りのアイテムって言ったらまあこんな感じかなと。まあ視聴者さんにいやこれは絶対買ってくださいよみたいなもんこの中にあったりもするんですよ。例えばマウンテンパーカー、マウンテンパーカーのこのデサントなんかはいや今やもう5万切る値段でこのクオリティ出すんやったら絶対買ってくださいよ。多分売り切れてると思うけども買ってくださいよとかっていうのがあったりするのでまたそれはそれでマストバイの秋のアイテムみたいなのもねやりたいなと思ってますので楽しみにしておいていただければなということで本日はですね秋のアウターお気に入り10選を紹介してみたというところになってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。